女子美術大学附属高等学校、中学校は、東京都杉並区は第一丁目に所在する、私立女子高等学校、中学校。略称は、女子美、女子美術大学の附属学校。私立の美術学校としては、最も長い歴史を持つ、美術の名門女子美術大学附属校であり、国内唯一の美術大学附属校である。美術分野をはじめ、各分野に、 多くの人材を輩出している。1900年に日本で初めて設立された女子美術教育機関として彫刻家の藤田文造、横井玉子、田中進、谷口哲太郎らが発起人となり、私立女子美術学校が開校した。1915年に女子美術学校附属高等女学校が開校、旧佐藤高等学校を経て現在は、 私立の女子中高一貫校、美術教育を中心とした教育課程を構成している。創立以来、美術活動を投資感性を磨き、社会に貢献できる自立した女性を目指す、教育方針が取られ、生徒の自主性を重視する教育方針が貫かれている。知性が感性を支えるを理念に、美術教育と学科の両面を重視した教育課程を構成。美術家、 デザイナー、クリエイターとして活躍する、卒業生を多く輩出している。中学校では、義務教育課程に加え、週4時間の美術教育が行われる。高等学校では、普通科教育課程に加え、週6から10時間の美術教育が行われる。授業時間外の美術歩行も行われる。中学校では、美術の基礎的な技術習得を中心に素描、着彩、調査、 デザイン、版画、染色、工芸のほか、素材の選び方、用具の扱い方、美術鑑賞マナーなど、美術の基礎知識の習得と技術力、表現力の向上を目指す。高等学校では、より高度な技術習得を目的に、素描、着彩、超素、彫刻、版画、染色、工芸、陶芸、グラフィックデザイン、プロダクトデザイン、コンピュータグラフィックス、 空海構成、美術史などを学び、技術力、表現力の向上とともに創造性の向上を目指す。通常授業課題と美術課題の多い教育課程を構成している。普通科教育課程では中学校からの内部生と高等学校からの外部生とを混合する、併設型中高一貫校教育を採用。高等学校入学試験では、 学科試験と実技試験の両試験が設けられる。女子美術学校初代校長の藤田文造が、八た鏡をモチーフに中央に美の文字を配置した交渉を考案した。鏡は、自らの姿と行いを移すことから自勢を流し、勘と記されて本を意味する。女子美声は、美の心を忘れず、身を鍛え、人の手本となる真摯な女性に成長してほしいとの、 願いが込められている。交渉に込められた、サトシの美、芸の美、心の美の三つの美の柱は、女子美術大学の教育理念となっている。2010年1月に完成した新校舎は、女子美の美術教育に特化した校舎として、設計されており、絵画室、デザイン室、デッサン室、書道室、工房、CG 教室が設置されている。生徒作品を展示する。 ギャラリースペースは校舎内各所に設置されており、女子美声の作品を日常的に鑑賞できるレイアウトを採用している。教室間の仕切りは制作活動に合わせ、大規模教室として使用できる稼働間仕切りを採用している。校舎入り口にエントランスギャラリーを設置し、生徒作品の展示や美術制作展会場として使用できる設計を採用している。 生徒が使用する机と椅子は女子美生用に設計されたオリジナル製品を使用する。校内に課財店岩田が入店している。校舎は女子美術大学杉並キャンパス内に所在し、キャンパス内の樹木は杉並区の保護樹木に指定されている。文化部運動武道公会女子美術大学80年史、P288 女子美術大学80年史、 P289 女子美術大学80年史、P301 女子美術大学80年史、P300ABCD 女子美術大学歴史資料室ニュースレター第4号。P8 女子美術大学略史、P64 女子美術大学80年史、P293 女子美術大学80年史、P314 女子美術大学80年史、 P313 女子美術大学80年史、P336 女子美術大学80年史、P333 女子美術大学80年史、P330 女子美術大学80年史、P344 女子美術大学80年史、P336 女子美術大学80年史、P313 女子美術大学80年史。 P364 から365女子美術、大学80年史。P372、ABCDEFGH 女子美術、大学歴史資料室へのの森美術館にて、学年により授業時間数が異なる会場は、エントランスギャラリー、または、杉並区役所内区民ギャラリー当時は、高1と高2が5クラス、高3が3クラス女子美術大学80年史。 P364 から365女子美術、大学80年史。P344 学校賞の創設は2010年度より、公益社団法人自動車技術会リカちゃんクラブ67、限定女子美リカちゃん女子美術大学との連携、共同アーカイブド2011年8月8日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。